今回の脱学はこちら。はい、警察が泥棒から押収した下着や裏ビデオはどうなるのかと。はい、押収された下着や裏ビデオはまず検察に回されると。そこで、証拠品を検品し、裁判で刑が確定するまでは検察が保管する。確定すれば裏ビデオは違法なので廃棄されてしまうと。また、女性の下着ですが、一般の証拠品などと同じで元の持ち主に返却されることになっていると。はい、持ち主が返却を拒否したり持ち主が不明だったりする場合はですね、廃棄処分になってしまうということです。